こんにちは、料理研究家の大沢さゆりです。2年間にわたって放送されたフレッシュキッチンは今回が最終回となります。ということで今回のメニューは締めのラーメンを紹介します。今回のレシピは鍋スープの素で作る簡単で本格的な白湯ラーメン。これからの鍋シーズンにも使える美味しい鶏つくねの作り方もご紹介します。最初に鶏つくねから作っていきましょう。ボウルに鶏のミンチを入れて、塩を入れて、まずここで粘りが出てくるまでしっかりとこね上げます。粘りが出るまでしっかり混ぜてあげることでふんわりとしたつくねを作ることができます。粘り気が出てきたら材料を入れ、ここでつくねをふわふわにさせるポイント。ここがポイントなんですけど、お水を加えていきます。お肉にお水っていう感じなんですけど、これがお水が入ることによってしっとりとふんわりした食感になります。全体が混ざれば OK です。均一な感じに。さあ、ではできた種をオーブントースターで今回は焼いていきます。ミンチを食べやすい大きさに丸めたら230度のオーブンで15分焼けばふわふわつくねの完成です。では焼いてる間にスープを作っていきましょう。鍋に、鍋スープを入れてお水で薄めていきます。調味料をすべて入れて沸騰させたらラーメンスープの完成になります。ここで今回のラーメンの肝、博多の老舗メーカーが作った濃厚白湯スープをバイヤー加藤さんがご紹介。今回使用したスープは博多の老舗メーカーが手掛けた赤鶏の濃厚鍋スープです。本当にじっくりと煮込んでいるので鶏の旨味が本当にしっかりと出ていて、コラーゲンもたっぷり入っています。鍋のスープって書いてありますけども、これからの季節であれば炊き込みご飯だとかカレーやラーメン、そういったものにもいろいろな用途で使っていただけます。お値段は298円。手間暇かけた本格スープながらお手頃価格なども嬉しいポイントです。この冬大活躍間違いなしの赤鶏の濃厚鍋スープ、ぜひご賞味あれ。最後にお好みの具材、そして鶏つくねをトッピングしたら、鍋スープの素で作る白湯ラーメンの完成です。レシピは駿河屋公式インスタグラムのほか、ヒトネット TV YouTube チャンネルでもご覧になれます。ぜひご参考ください。今回のフレッシュキッチンはこれで最終回となります。2年間の間に約50種類ぐらいのレシピを紹介させていただき、私自身もとっても勉強になることがありました。レシピは YouTube でも放送されています。また皆さんご覧ください。本当にありがとうございました。じゃあまたね。